え、見えるかな？見えるかな？あ、うっすらね。あ、でも見えてるかも。うっすらこう色が薄いんやけどもちょっとこう生えてるね。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。まあなんかいろんな動画撮ってきたけど、やっぱりなんかこう異文化についてちょっとこう討論するような動画がさ、なんかちょっと流行ってるなって思って、まあ今日はあんまり今まで触れてこんかったけども、フォームフォームフムフム、どうしたなんか様子おかしい。あんまり今まで触れてこんかったけど、日本人と外国人がこう恋愛をするときに一番想定外の、まあ、ネックになること、ネックになること、想定外でこうえってこうお互いがドン引きすることについてちょっと話そうかなって思うんだけど、何やと思う？想定外のこと、想定外にえっみたいな、あ、なんか白人の女の人と付き合いたかったから付き合うんやけど、日本人の男の人と付き合いたかったから付き合うんやけど、え、そうなんみたいな、あ、そうなんて、そうなん、なんか、ちょっとそれは一回考えなあかんわみたいな。貧乳やったそれお前だけや違う違う、俺今までいろいろ聞いてきて一番話に聞くのは毛、毛の問題。毛ね。毛ってね、見てるとあのね、え、どこの国の毛の文化がどうとかってことではないねんけど、何がいいとか何が悪いとかではないけど、毛ってほんまにね、地域によって文化差が違いすぎて、で、美しい美しくないとされる観点とかもね、ちょっと違いすぎて、それがもうめっちゃ現れてるなって思うねん。脇に生やすのが美しいか美しいとか、そうそうそう、例えば日本だと脇毛を女の人が生やすってちょっとないけど、中国とかやったら脇毛を生やすのは別に普通なんだ。でも中国普通なん？なんか結構普通らしい。なんかわからん、どのくらい、俺も中国のことわからへんからあれやけど、まあ、そういう風に言う人もおるよな、中国人。あ、でもなんかアメリカで流行ってたね、あの脇毛を染めて黄色にしたり青にしたり、なんかビヨンセとかもやってたと思う。それまた負けたらもうなんかこの色やねん。それはなんか頭おかしいからそういうことやって、でも面白いと思ってやってる。うちもね、あの買って、あのわざとそういうところを染められるような液を買って下を染めたことあんねん。へー、この色に。変態やな。まあそれと全然今回話したいことはちょっと違ってて、うん、まあその毛なんやけど、あゆちゃんもな、そうやけど、白人の女の子ってさ、うん、ロシア人の女の子とかも見てるとほとんどさ腕の毛生えてるよな、産毛みたいな感じで。もうこれはね、結構今までのために生やしてんのって言われてきた。やっぱ言われる？いや、言われる。何のため？ちょっと見せてみて、カメラに。え？見えるかな？なんか恥ずかしいな、見せるってなると。え、見えるかな？見えるかな？あ、でもうっすらね。あ、でも見えてるかも。うっすらこう、色が薄いんやけども、ちょっとこう生えてるね。ほんまやって、まあ今ずっと生えてんだけどね。でこれがな、日本の男性はまあ中にはな、好きな人も多いんやけども、なんか聞くところによると、なんかもうこれが嫌でって。え、ってことは大好きやったけどこれが嫌で白人の人とはもうやっぱ付き合えへんくなったっていう人すごい多い。え、モテない原因かもしれない分からへんけど、ちょっと手を出したら、うわ、あいつ毛生えとるみたいな。そうそうそう、日本の女の子ってめちゃくちゃない？まあ、脱毛したりもすんねんけども、結構、まあ、毎日のように剃って、あと後ろのさ、背中とかもさ、もし出すときは背中の産毛とかも頑張って剃って、めちゃくちゃ日本のな、女の子ってな、毛めっちゃ頑張んねん。それ厳しくない？でもそれ厳しいねん。そう、すっごい厳しいよね。なんで逆にでも剃らへんの？え、もうなんかその小さい時からやけど、うん、あのロシアってなんか、まあ、みんなが勝手に抱えてることなんだけど、うん、その毛を剃っちゃうと濃くなっちゃう。あ、色がこう金髪やって見えてなかったのが剃ることによって黒くなっちゃうかもしれないっていう。濃くなるっていうのが、その太くなるとかじゃなくて
色自体が白い色やったのがどんどん刺激されて黒色の毛が生えるようになるんちゃうかって言われる。まあ、それ科学医学的にさ本当に根拠があることかどうかは分からへんけど、分からへんけど、そういう話はよく聞くよな。ほんまか分からへんけど、まあでもなんか触ってなんかチク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 、ね、チクチクしてくるやんか、もうそれとかなるのも嫌やしみたいな。まあ、日本の人もなチクチクするけど、それでも結構高頻度でチクチクせんように頑張って剃ってるみたいで。でもなんかなんか日本の人なんかあんまり濃くないイメージなんやけど、もしかしたらその脱毛とかしてさ、うん、一気に取っちゃって、うん、そのないようにできるけど、金髪ってさ医療用脱毛ってできんやん。あ、医療用の脱毛ってさ、まあ、ヒゲ脱毛とかやったことあるからあれやけど、パシャって光を当てて黒色に反応させて毛根を火傷させて殺すっていうねシステムやから、確かに白人の白い毛には光る。そう、ちょっと暗いと大丈夫やけど、これもう白いやんか、うん、でだから反応しないからこうできないわけよ。なるほど。でしかも剃ってしまったら今度また色が濃くなってきて、でそれも濃くなるのは濃くなるけど、医療脱毛ができるほどの濃さになるわけではなくて、もう切れないやんみたいな、もうずっとこう剃って、で肌荒れもしてきーの、チクチクしてきーの、毛も濃くなるかもしれない、でもう仕事がなんか増えるだけみたいな。うーん、だから、まあね、そもそも、まあ、文化としてその毛の薄い色の毛を気にすることがないってことやな。足とかもそうやな多分。あ、でも気にしないよねこれは。足はやっぱ剃るけど、うん、あ、それはなんで？足剃るのは、まあ、やっぱり多分その彼氏とかそういうのができた時に、うん、そのさすがに、なるほどね、こう一緒にイチャイチャしてる時にジャレジャレってきたら、だから毛の太さとか長さがやっぱ足だともろ見えやから、足だとやっぱり多分その手みたいにこんな感じで、こう手だとなんか触ってもあまりわかんないの。なんかチクチクしたりとか毛あるなっていう感覚があんまりないけど、足だとやっぱり絶対太いやん毛って、だからもう触ったらもう絶対わかるわけよ。それはやっぱちょっとなえるやろ、ジョリとかシャリとかって言ったら大変やな、なんか。いやもう女性はさ結構大変で、なんか下の処理もしなあかんしさ、うん、でなんか、まあ、下の処理もやっぱりなんか明るい子とかも多いから。下はどうな、あの結構パイパンの方が多いの、ツルンツルンが多いの？そうやね、ツルンツルンかなんかちょっとあのカトちゃんみたいな感じあのカトちゃんに謝ってなちょっとごめんなさいなるほど。アレちゃんはどうなってんの？こんな感じになってる。なるほどね。なんか下の毛とかもさ、あのなんか医療用脱毛でさ取っちゃったらもう終わりやんか。うん、でもやだ痛そう。いやでもなんか普通に痛くないやつとかもいっぱいあって、みんなすぐ終わるって言うしさ、けど。なんかロシアだと明るい子だともうそれも反応しないから、うん、あのなんかブラジリアンワックスみたいな、それはもう痛い、やりに行ったことあるし結構恥ずかしいしね、もうおっ広げてさ女性の人が来ますよ、みたいな感じでやってくれんねんけど、まあでもなんか痛い。ただなんかやっぱそういうなんかね文化の背景とかもあることもまああるんやけども、日本の男の人はやっぱそれを白人の人に対して、でもまあいつら毛がボーボーやからもう気持ち悪いねんとかって言う人も結構おって。マジで？おるね、俺が聞くのは結構おる、そういうの言う人。なんやろ、日本の男の人って厳しすぎるなとは思う。それが悪いこととは、いや日本の文化やからかもしれんけど、そのくせ男の人は厳しいけどみんな意外と知らんけど、男の人は外国人目線で見るとっていうところも実はあんねん。それが悪いこととは言わへんねん、そういう文化やから。あの脇毛、脇毛は私は別にあの脇毛はそんなに頭生えてないやろ、もちろん。あの女のでも男の人も、まあ、ロシアとかではある程度こう生えてる処理するね、まあ、カンツルの人もおればちょっと生えてるみたいな、一応最低限のルールがあんねんけど、このここを脇を締めた時にこっからはみ出て見えてるのはもう NG。 あんまそういう人は俺見たことない。あ、こういうやつね。そう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 
これはないね。だからうちオリンピックのなんかあの昔オリンピックしてる期間の時にロシアで見てたことがあるんだけど、あ日本の人が体操するわと思って、うん、なんかおばあちゃんと見てた時に、おばあちゃんと、そうやっぱみんななんかある程度処理してる中で座ってる人多いかもしれない、日本の人はもう風やんか、だからこう見てた時にこう見てはね、ハーってやった瞬間にこのぶら下がった瞬間におばあちゃんがほっほーってすごいなこれって言ってもうそれしか見られへんわってすごい言ってて、そのぐらいやっぱ日本の人の男の人のこの脇毛がボーボーな感じとか、あと股間もほんまに何もやらへん人多いやんか、ほんまなんかさ、しかもストレートみたいな感じでさ、なんか直毛だよね、もうなんかもうキュッて、もう本当に綺麗に、あれ竿みたいな、いたーみたいな、やめて探してるやんやっていう人もおるから、そこもある程度こうなんやろ、なくすんじゃないねんけど、こう切ったり男の人も割とするんよね、なんか白人の人とかが処理しているところはしていないことが多いから、そこでびっくりするみたいな、まあ全部ツルツルですごい綺麗なのに、そうそうそう、ここだけボーってなってるとか、そうそう、まあ、でもそれってのは悪いことじゃなくて、こんなになんかで、なんかだから毛がそこを処理してないからレベル、文化的なレベルが低いとかそういうことじゃないの、単純になんかその国で生活するにあたって普通のことやから、あのそれが美しい美しくないとかなんか美習慣なんよねそれって。でも結構それってもう子供の頃から女の人はここは全部毛がないようにできてるぐらいの、できてるんじゃなくてこうないべきだみたいなんでこう植え込まれてる文化の中で、であのロシア白人の人も脇のところは処理してあるものだっていう風にもう植え込まれてるから、その衝撃度は生理的なこう無理っていう衝撃につながることは俺結構あるなって思ってて、だからどう解決したらいいんやろうって思う。だからもうあの白人の女性が好きな男性はある程度それ覚悟した方がいいと思うし、日本の人と付き合う白人の人もあのそういう脇毛とかの文化は日本はそうなんだよっていうことをある程度覚悟して臨んでもいいかなって思う。こんな毛深いアリちゃんでもよろしくお願いします。まあだからなんか今回の動画でな、なんかまあ言いたかったのは、まあそういうないい面というか、なんか夢ばっかり見せてたら良くないなと思うから、まあちょっとはこう生々しい現実だったりとかそういうところも話したいけど、まあみんな毛についてはねどうなんでしょう、まあもしかしたらこれ私たちが勘違いしてる点もあるかもしれんから、いやもう最近はそんな文化じゃないよとかっていう意見もあるやろうからね、だから皆さん毛についてはどう思いでしょうか、なんか毛がある女性ってどうなんだろう、なんかぜひ意見を教えてほしい。それ全部なんか私宛に書かれる気がする。いやでもどうなんやろうと思って、その俺はなんか今までたまたま会ってきた人は白人の人がこう女性が毛が生えてるのがちょっと嫌やったっていう人が多かったけど、実際はどうなんかなっていうのが気になるから、まあぜひコメント欄で教えていただけたらなんかどうなんやろうっていう参考になるかなと思うんで、まあ、ちなみにアリちゃんの毛の、ね、ここの股間の毛の色はね、眉毛と一緒です、ま、前も言ってますけど、やーれーよー、いやお前、眉毛と脇毛とここのね、おけけの色っていうのは基本的には一致するようなシステムに、ね、なってるらしい、ということでブラス君もこれぐらいの、あの感じのおけけを、あの、いや髪の毛とはちゃうね、髪の毛の色とはちゃうね、髪の毛って決まらへんから、やだ眉毛見せる、眉毛見せる、ああこんな感じですね、やだもう見せ、でも私の賃金をみんな想像したら興奮しちゃうでしょ。